白馬のですね、はい、ご飯をちょっと試作したので、やったー、お味見タイム最高。皆さんからいろんな意見をもらって、はい、片手で食べられるものがいいとか、なんか巻いてあるやつがいいよねとか、うんうん、あとあったかい汁物欲しいとか、うん、あとあのパンドケーキとかね、そういう甘いものをちょっと食べたいということで、うん、ちょっと反映させた結果ですね、はい、まずもうボルシチです。みんながあの畑でビーツの種を植えてくれて、ビーツが育ってきたので、はい、それを使ってちょっと作ってみようかなっていう。素敵です。これ皆さん豆腐じゃないからね、これ僕はさっき豆腐だと思ったんですけどサワークリームです。サワークリームと、本当はディルを乗せるんだけど、はい、ちょっと今ね、私が4軒ぐらいちょっと近所のスーパーを回ってなかったので、はい、あら、はい、今日はちょっと仮で、仮で、はい、パセリということで、で、ブルシチにはビーツを入れるんですけど、ビーツっていろんな種類があって、はい、皆さんが植えてくれたのは多分赤いビーツなんですけど、うん、今日私があのスーパーで買ってきたのがあのオレンジ色の、ね、ビーツだったので、ちょっと色がオレンジ味ですけど、うん、はい、実際はもっと赤いとかピンクっぽい色になります。食べ過ぎると、はい、次の日トイレがピンクになります。あら綺麗、ファンタジーそんな感じです。なるほど、体にめっちゃいい。へめっちゃいい。飲む点滴とか言われてる。飲む点滴、そこまでいっちゃいますか。はい、いっちゃう。すごい楽しみです。ボルシチね、はい、ロシアの、あの料理として知られてますけど、本当はウクライナですね、はい、ロシアの中でも、まあ、昔のロシア、ね、今のウクライナのところであの発祥のスープです、はい、それからこれかわいいんですけど、かわいい断面が、ね、うん、これブリトーを作ってみたんですけど、はい、これ畑のキュウリで作ったあのピクルスを使って、中身はチーズバーガーっていうブリトーをちょっと作ってみました。最高じゃないですか、はい、これならみんな片手でねそうそうそう食べれるし、カバンにも入るし、このサイズで売ろうかなと思ってるんだけど、はい、半分にちょっと切って今日ね、うんうん、あの断面を見ていただこうかなと思って、ちょっと今この、はい、ミートボールが、ね、出てきそうになってますけど、いいじゃないですか、こんな感じ、はい、そしてそしてこちらでございます。じゃじゃん、はい、パウンドケーキです。これはすごくシンプルなパウンドケーキなんですけど、はい、オレンジの果汁とオレンジの皮がたくさん入ってて、わお、すごいしっとり、へ、しっとりパウンドケーキです。いいですね、パサパサじゃないパウンドケーキ好きです。そう、しっとりのはず、はい、のはずということで、はい、今日はちょっと試作なので、はい、あのこれとかもね、ちょっと初めて作ってみた。あ、そうなんですか、うん、でもなんかすごいシャレくり返ってますよね、なんか、うん、シャレくり返ってますけど、もうおしゃれメニューすぎて、ちょっと味見をしてみました。たくさんあるので、ね、今日来てるスタッフにも食べてもらって、はい、どうぞ大輔さん、ありがとうございます。私もちょっと責任を持っていただきます。初め、人生で初めて食べますね、僕は。ちょっと味見してみましょう。中身はね、はい、じゃ食べながら聞いてください。はい、牛肉です。牛肉、いい香り、ちょっと熱いけど、うん、いい香り、はい、牛肉とね、そのビーツ入ってたね、うんうん、ビーツ、それからキャベツ、はい、人参、玉ねぎ、うん、それからセロリ、おー、はい、でございます。ちょっとじゃあスープいただいていいですか。はい、ちょっとサワークリを溶かして。そうですね、うん、おいしい、ね、めっちゃうまい。あ、これ点滴ですね。点滴でしょ、これ無限に飲めるある意味ね。うわ、おいしい。うわ、これおいしい、おいしい。これパンも米も食べれますね、そして本当、うん、あの米入れられるよね、うん、ちょっと白馬のうん、想像して。肌寒い感じ、イメージ。あ、いい、うん、いいよね。いい、うん、最高、ぴったし、うん。お肉が入ってるので、すごいこう満足感も、うん。食べるスープというか、なんかしっかり食べれる具沢山のスープ。そう。これはね、行列作っちゃうな、皆さん。でもみんなで作ったビーツで、ね、うん、やるので。あと寒い時とかいいよね、うん、体も温まるしお腹も満たされるし、はい、もう一杯食べたいってみんななる気がするな。そうだよね、うん、時間も長いしね、ね、うん、美味しいです。これみんな食べてほしいですね、うん、はい、これがボルシチでございます。すっげーうまい、はい、体にもいいしね、うん、そして大輔さん、はい、ボルシチもいいんですけど、こっち行ってみましょうよ、はい、行っちゃいましょうか、はい、具材としてはミートボールとベーコンも入ってるんですよね、うん、入ってる。ベーコン、それから、玉ねぎ、はい、あとこのピクルス、ピクルス、それからレタス、トマト、はい、チーズ、そして、うん、あの特製ソースでございます。特製ソース、はい、手作りのね、先生の、はい、うまそう、うまそうですねいただきます。はい、大輔さん見届けてから。うん、本当？間違いない。うん、ピクルスいい仕事してる。うん。うまい。うん、ピクルスいい仕事してる。うん、
なんかブリトーってね、こう分かりやすいなんかアメリカンな味ですけど、うん、ピクルスが本当におしゃれな味だから、なんかすごい複雑な、うん、ちゃんと奥深いブリトーですね。これちゃんとチーズバーガーっぽくなってますよね。うん、美味しい、食べやすいですしね、これ、うん。さて、パウンドケーキ、うん、ちょっとこれ、うん、これ断面をちょっとね、見てほしいんですけど、キラキラしてました、さっき見たら。これね、あれですよね、メンバーズの皆さんからそうそうアイデアもらって作った、そう、なんかパウンドケーキみたいなの食べたいっていうことで、パサパサしないね、しっとりしたパウンドケーキをちょっと作ってみました。もう持っただけでしっとり感がずっしりね、うん、ちょっと食べてみます。このパウンドケーキはパサパサじゃない。はい、いただきます。あ、いい香り。いただきます。うん。うん。まあ、無限。うん。これ無限ですね。うん。うん、美味しい。うわ、美味しい。先生、本当美味しい。これはね、うん、焼いた後に、うん、熱いうちにオレンジの果汁とシロップを作っ合わせて作って、うん、それを打ったの全部こう。ハケで、うん、結構たっぷり染み込ませた。もうすごいしっとりしてて、うん、バームクーヘンと か, なんかああいう柔らかさ、美味しい美味しい。これはもうコーヒー紅茶、うん、間違いない。もっとしみしみさせてもいいかな、この下の方、うん、めっちゃしみしみしてません？してますしてます、うん、それ確かにもっとしみしみ感のあるやつも食べてみたいです。うん、美味しい。いや、これ今回ちょっとラインナップやばい。ボルシチブリトーでこのパン、ライブ見ないで満足しちゃうから、みんなごちそうさまでしたって帰らない、うん、こんな美味しかったら、はい、でも本当にあのどれもね、あのシンプルだし、うん、あのいろんな、ね、こう素材を生かしてあのできるので、こう畑の、ね、ものも使ったり、はい、でこれもあのなんか使えればいいなとは思ったんだけど、今回は、ね、ちょっと畑のじゃなくて、大輔さんがオレンジ好きっておっしゃってたので、はい、あのオレンジフレーバーにしてみました。ピールとかが入ってないんだけど、すごくいい香り。もう香りと甘みがね、うん、オレンジの香り、うん、しっかり入ってますね、はい、皆さんお楽しみにしてください。楽しみにしててくださいこれはもう僕も楽しみ、向こうで食べれるのか、ね、ちょっと続き食べましょうか、はい、食べましょうか、はい、すいません、続きいただきます。いただきます。いただきます。え、これボルシの上に乗っかってるの豆腐ですか？これは豆腐ではありません。続きまして、はいトレイルミックスを作っていくということですけど、はい、皆さん長丁場になると思うので、うん、あのちょこっと食べれるおやつの、うん、まあ、ミックスをちょっと作っていこうということで、はい、すごいもう何って感じですね。たくさん見たことあるやつもあれば見たことないやつもありますね。そうこれで、そうトレイルミックスっていうのは、そのトレイル、うん、あの要するに山登りとかね、うんうん、そのお出かけするときに持ってくお供っていうことで、ちょっとつまんで腹を膨らますみたいな。そうそうそう。で定番はね、はい、ドライフルーツとかナッツ、うんうん、あとシリアルっていうのが定番なんです。なるほど。なんだけど、はい、今回はせっかく大輔さんのイベントなので、うん、大輔さんの好きなトレイルミックスっていうのを作ってみようかなと思っていろいろ用意しました。ありがとうございます。ちょっとね、説明一個一個いいですか、うん、見ていきましょうか、はい、あとこれ僕好きっす。これプレッツェルじゃん。これちょっと先行きましょうか。これね、ハニーマスタードプレッツェル。あ、これうまいっすよね。食べましょう。美味しいよね。これうまいっすよ。最高。うん、はい、決定。これ、うん、これ入れる、うん、今ね、一つ食べたら、はい、そう、ちょっとね、喉乾いちゃったんで、喉乾いちゃいましたし、はい、やっぱりこう、ね、ビールとかね、お酒飲む方もいらっしゃいますから、うん、そう、正確にどれが合うのか、ちゃんとみんなのために僕は飲みたいと思います。だそうですだそうですじゃあすみません、先生、ちょっとお先に、はい、どうぞどうぞ、私はお茶で、はい、たくさん入ってます。はい、最高太陽が出てる時に飲むビールが一番美味しい。そう、間違いない、うん、今日はだから、ね、はい、そんなわけで、あの、はい、ちょっと乾くので、うん、ビールのお供にぴったりということで、そうですね、はい、このハニーマスタードプレッツェル、 そうです。それでいうとこれはもう間違いなくビールにも合うし、小腹も満たせるし、この甘じょっぱいハニーマスタードが最高ですね。私もうこれはね、絶対入れたいと思って、うん、もうこれはマストで入れました。僕もじゃあ同じ意見なんで、これもう決定でいいですか？決定ですね、はい、もう決定、決定です。早いですね。早い。で、これなんですけど、はい、これはね、バジルとトマトのクラッカー、
なんですけど。バジルトマト。うん。へ、これ見てください皆さん。これこの見た目でバジルトマト、うん。バジルトマトクラッカーっていう。じゃあこれ食べてみます。はい。バジルトマトクラッカー。バジルトマト。あ、なるほど。うん。美味しい。うん。めっちゃ水分持って帰りますけど。これ1個ですごい持って帰れる、うん、でも味美味しいですね。そしたら大輔さん気になるのこの大きいこれドライトマトですか。そうこれね塩トマト。塩トマト、うん、美味しそう。うんうんうん決定で私絶対大輔さん好きだと思ったんだ。大好きでしょ、うんこれめちゃくちゃうまいですこのドライトマト。うん美味しい。甘いね。甘いちょっとお砂糖が、うん、お砂糖とお塩がついてる、うん、スイーツみたいな感じ、うん、これが分かんないんです。これはねシリアル固めたやつなんですけど、はい、ちょっとこれも食べてみましょうか、うんうん、クランベリーとか、はい、あのこういうベリー系の味がついてるグラノーラ、うんうん、ああ噛むほどうんうん、主張するっていうよりは、うん、本当にちょっと満たしてくれる系小腹を。そうそうそう。ビールの友達ではない。ビールの友達ではない。朝ごはんみたいな、うん、あー、うん、牛乳かけて食べれるみたいな、うんうん、でもこれ思いましたけど僕多分好きなの選んでたら、うん、もうパンチしかなくなると思うんですよねトレイルミックスだからこういうのがあった方が、うんうん、調和が取れるかもしれない、うんうん、シリアル入れるからね。ね、いいですね。あと甘じょっぱでいくとこれ、はい、よくあの飛行機に乗ると出てくるハニーなんとか、ま、あのピーナッツ。へえ、いただいていいですかこれ、うん、乗った時に最初にこんなちっちゃい小袋で。小袋もらいましたね、うん、これ甘じょっぱ系。ほんとだ甘じょっぱだ。うん、うーんなるほどなるほど。こんなのとかうーん大輔さんが好きなフライビーンズってイカリアもね。フライビーンズこれはいいですよね、うん、これはもう間違いない、うん、あとですね、うんうんまあ定番の定番はこの辺のナッツ系ですね。アーモンド、うん、カシューナッツ、マカダミアナッツ。この辺はまあ定番。その辺あった方がいいですね、うん、ドライフルーツだと私はこのクランベリー大好きなんですけどクランベリー甘酸っぱ、はい、あとこれレーズンです。サルタナっていう種類のレーズンですね。レーズン食べていいですか。はい、もちろん。これがそのサルタナ。そうです。美味しいね。うん美味しい。あ、程よい甘さ、うん、あとねあこれかな。美味しいぞ。これがかぼちゃの種です。かぼちゃの種。かぼちゃの種これもなかなか、はい、あの美味しいですよ。体に良さそうだね。うん、香ばしい。だこの辺はやっぱり僕なんか必要な気がするな。色味的にもねあるといいですよね。一番ノーマークだったんですけど、うん、これありかもしれない。美味しいですよね、はい、この辺と一緒に食べても美味しい気がするし、うんうんうん、あとは定番はこのプレッツェル。このあの子のあのプレーンのやつの細っちいやつですね。細っちいやつ、はい、もうねビジュアル班としてあってはいいと思うんですよね。そうなんだよね。可愛いんですよね。そうそうそう、うんね、美味しい。ちょっと塩気があって美味しいです。あとですね我々のおやつの定番出た柿の種。亀田さん出たベビースターラーメンの固まってるやつ。そう、そして塩昆布。こんなのもあるとホッとするかなと思って、はい、確かに私これがすごい大好きで。逆にですか、うん、これを入れちゃう。ずっとむしゃむしゃしてられるやつ。あ、うまい。確かにミネラル、うんうん、あ意外ありですね。でしょ、うん、こんなのトレールミックスに入ってびっくりしますね。びっくりします、うんうん、いい。でもなんか今こう順番に食べてるじゃないですか1個ずつ、うんうん、これ食べた時の安心感半端なかったです昆布食べた時のでいつまでも、うん、食べてられませんこれ。食べてられます。でもねライブ中みんなくちゃくちゃしてるかもしれないですねこれ塩昆布入れたら。大輔さんこの袋にね、はい、今日は入れようと思ってるので。あ、かわいい。中見えるんですね。そうで大輔さんにこうなんかスタンプでもね作って、うん、そうそう押したりシール貼ったりしてもいいかなと思うので、うんうん、ちょっと大輔さんこんなの入れたいブレンドっていうのをちょっと作っていただいてもいいですか。あ、いいですか、はい、ちょっとじゃあここに入れてみましょう。でこれはもう多分1位です、ね、うん、これ美味しいですよね。これがほんと美味しい。今1回3個ぐらい入れるとして、うんうん、でかぼちゃの種はねかわいいのと、うん、美味しい。ちょいちょいつまめるっていうのがいいから、うん、割とごそっと入れちゃってる。で、うん、やっぱですけどプレッツェルは見た目が可愛い。そうね、そうね、うん、入れましょう。これもこれはもうね袋に入ってるもうで色として可愛いですよね、うん、赤緑デザインとして、うん、プレッツェルはね可愛いんですよね。あとは、うん、怒り豆怒り豆も食感と塩気ピカイチ。そうね塩気ね、はい
でもちょっとあんまカロリー高いのだと罪の意識あるから、うん、ここでアーモンドを入れるアーモンドも入れればね、アーモンドはロカボですからね。そうですね。で、さっき先生が教えてくれた、うん、サルタナレーズン、サルタナレーズンも僕最近ドライフルーツがすごい大好きで、うんうん、ヘルシーだし美味しいですもんね。でこっちも気になるんですけど、うん、食べてみてこれ美味しいですよ。クランベリー。あ、クランベリー、うん、私大好き。うんうん、色も可愛いし甘酸っぱいし。クランベリーいきましょう、うん、入れましょう。可愛い、もう色可愛い、うん、いいですね。あっちのプレッツ入れない代わりに、うんうん、歯に飲まめる方を入れるっていう。あ、ちょっとこれなんか最高調合な気がしてきた、うん、なんかね、うんうん、で、やっぱミックスナッツにカシューナッツは外せないと思うんですよね。わかる。あの、食べた時に、あ、やったねっていうのありますよね。そう、いたいたっていう、いたいたっていうね。こればっかりだと、なんかいろんな罪の意識がね。そうなんですよ、そうなんです。そうだな、ちょっとこれでも今、現段階では塩気がちょっと足りないんですよね、うんうん。だからここで我らがベビースター、出た塊ベビースターを入れます。これね、これ美味しいですよね。美味しいです。このバランス、うん、多分ですけど、やったことないけど、うん、あ、やってみよう。ベビースターとドライフルーツ絶対合う気がするんですよ、うん、なんかそんな気がするね。普段一緒にならないサルタナレーズンとベビースター絶対うまい。これ多分日本で僕しかやってないと思うんですけど、いきます。はい、美味しい、はい、美味しい、カチカク、うん、美味しいです。入れましょう、これは、うんうん、で、うん、うわ、美味しい。後から来た、うん、サルタナの甘みが後から来て、うん、甘いしょっぱいって本当美味しいですよね。本当です、本当です。甘じょっぱいのが今一番好きです、僕本当に。いや、でもなんかいいと思いますよ。いいですよね、うんうん、おしゃミックスですよね。おしゃミックスなのにこれが入ってることでなんかほっこりするっていう。そう、いいですよね。で、なんならこれ1個だけ入れる。これは1個だけ当たりね、うん、当たり、非常用ね。そう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 、もしどうしても日本人の心取り戻したかったらこれを1個だけ入れとくんで探してくださいっていうこのミューズリーっていう、ちょっとみんなが食べたことないのを食べてもらいたいから、ちょっと甘酸っぱい味がね奥に入ってるっていう、うん、これだから何も見ず口にこうザラザラって入れてたらすごい面白い味すると思う、うんうん、あ、これやりすぎかな、ちょっと。いや、いいんじゃないですか、ラスト、うん、いいですよ亀ちゃん、うん、みんなね、いろいろ入れてください、うん、もう結局いろいろ入ってたよねっていうね。やっぱり我らが亀田製菓を。そうですね。さあ、これでできました、できました、完成でよろしいですか、うん、多分超幸せなミックスだと思いますいいかも。じゃあちょっとこれを第1号としてここにちょっと入れていきますね、うん、はい、もう一回食べちゃいます。これトマト美味しいでしょ。ほんと美味しい。うわ、たっぷり、うん、めっちゃ入りましたよこれ。これが大輔さんのオリジナルトレイルミックスです。昆布目の前にいる。昆布ここにあのいるけどなかなか届かない、ね、なかなか届かない。そんな感じで、うん、いいじゃないですか。昆布が見えてるところがまたこう味わい深くてですね、おつですね、うん、こんな感じのトレイルミックスができました。できました。はい、結構入った、うん、楽しめると思います。皆さんぜひぜひ楽しみにしててくださいませ、うん、してください。